皆さんどうもこんにちは、夢旅路です。今回やっていくのは、夢旅路が2020年種親で使用した国産オオクワガタのオスを紹介していきたいと思います。なかなか大型なオオクワガタ、形も産地別、かっこいいね姿お見せできると思いますので、この動画を見終わった後、どのオオクワガタが好みだったか、ぜひコメント欄に書いていただければなというふうに思います。それでは早速オオクワガタを見ていきましょう。はい、それでは早速オオクワガタくん見ていきましょう。こちらオセ YG のオオクワガタになります。こちら体長が 83.5mm、 こうスラッとね前に伸びるのが YG だと思うんですが、なかなかこの体長、体格、ゴツゴツしてるようなイメージのある YG 君でした。だからなんか長さというよりも、こうガタイの方にこう現れてくれるんじゃないかなっていうのを想像して今回購入しております。ただこのことかけたのが56mm のメス、さらには 55mm、 あとはワイド系の 51.1mm と 51.3mm とかけさせてもらいました。しっかりとね種の方取れておりますので、この親からどんな感じの YG 君出てくるのかすごく興味深いですね。このディンプル、これもやっぱりその個体その個体で違うところにこうポツポツとこう出てくるので、傷みたいな感じなんですけども、これがまたね個体差での表情となってくると思いますので、ここら辺もこう注目して見ていきたいと思います。それでは次の生態も見ていきましょう。はい、それでは2頭目見ていきましょう。こちらじゃじゃん、 N883MD ケット YouTuber 小犬助さんからいただいたオスくんになります。この子も体長は 80mm アップと綺麗な形してますよね。スラッと前に伸びていて、この整ったスタイル、この子のね次の子供が気になってしょうがないですね。ディンプルがこの子はもうほとんどない、本当に綺麗な形のオオクワガタになっております。で、顎もねスラッと前に伸びてますよね。いかつさが伝わってきますこれ。いやーかっけー。これもこのオス個体とペアリングしたメスからは40頭以上現在幼虫が取れておりまして、第3ラウンドに移行しております。どれくらいね取れるか、それも興味深いんですけども、このお父さんからどんな子が生まれてくるのか、これをね一番楽しみにしたいと思っております。それでは次の生態見ていきましょう。はい、それでは3頭目見ていきます。こちらでございます。出ました、このゴツ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 したオオクワガタ、私がめちゃくちゃ好きなスタイル、 TT 川西 83.0mm のオオクワガタになります。このマッチョなスタイル、そしてこの後ろからね見ただけでも迫力が伝わってくる、さらにはこの真上から見てもね横綱的姿、このゴツゴツした整った感じのフォルム、これもまたたまりませんね。この子は羽化から3年経つんですけれども現役でございます。今年もこの子からしっかりと幼虫取れておりますので、来年も楽しませていただきたいと思います。それでは次の生態も見ていきましょう。
はい、それでは4投目になります。こちら前のめりに出ております。 TT 川西 84.7mm の特大大クワガタになります。なんで足を上げているのでしょう。またね、不思議なポージングをとっております。この子もスタイル抜群、顎がスラッと伸びるタイプの川西になります。こうゴツゴツね、ガタイがいい感じではなく、前に伸びるタイプの川西、これもまたかっこいいなというふうに思っております。やっぱりどの角度から見ても美しさしっかり出てますよね。迫力プラス魅力、これが最も重要だなというふうに思っております。ディンプルも少なく、大クワガタですっていうね、貫禄がしっかりと出ていますね。それでは次の世代も見ていきましょう。はい、それでは5投目見ていきます。この子はまた特徴的ですよ。いきます。こちらお目目見てください。ホワイトアイ、そう、元木ホワイトアイの大クワガタになります。こちら今季種親くん 69mm の大クワガタになります。やはりこの目、いや特徴的ですね。さらにスタイルもね、決まっている。ホワイトアイプラスこのフォルム、たまりませんね。少し上肢の方ダメージあるんですけれども、しっかりと種の方を残してくれてますので、この子の幼虫は私全て自分で管理して、またね、綺麗なホワイトアイ見ていきたいと思います。それでは次の生態も見ていきましょう。はい、それでは大鳥を飾っていただくのはこの子。よいしょ、出ました。黒豚さんからいただいた上アコタニさんの大クワガタになります。この子は奈良クワさんのレーティングでなんと492点を叩き出し、さらにチャンピオンシップ2位の子と兄弟である素晴らしい遺伝子を持った上アコタニさん大クワガタになります。この顎すごいですね。ムキムキマッスルです。顎だけじゃなくてこのスタイルですよね。これ統一感、顎の太さ、そしてお尻の小ささ、すごく綺麗に収まってますよね。大クワガタが一番かっこ悪く見える状態であってもかっこよく見える。大クワガタというのは基本的にここら辺から見るのがかっこいい感じするんですけれども、こういうところやこういうところ、さらにはこんな感じでね、やや斜めから見るとさらにかっこよく見えるんですけれども、この状態でも十分かっこいいと思わせてくれる個体でございます。まだこの子だけ産卵セット割り出しが終わっていないので、6月の頭くらいには産卵セット割り出し動画上げて、しっかりと遺伝子が残せてるかどうかというのをお見せしていきたいと思います。私もかなり不安ですが、卵取れてることをただね祈るばかりというような形でございます。それではエンディングの方を迎えていきましょう。はい、それではエンディングになります。今回は夢旅路が2020年使用した種親をご紹介させていただきました。大クワガタのオスは1年使ったら終わりじゃなくて、気に入ったものは2年目も使用して産卵セットを組む。でメスも2年目でも全然産卵してくれますので、ぜひ2年目も産卵セット組んでたくさん産ませてあげてください。やっぱり自分の好きな形格好で大クワガタを飼育していく、
誰かから何かを言われて動くのではなく、自分が求める理想のスタイルを追求する、そしてそこを追い求めていくというのがすごく大事だと思います。私も大久保方というのは全体を通した格好なので、野外から来た一発目の整体とか、そういった個々の魅力をしっかりと出ていく、自分が好きだなと思うものを飼育していくことによってさらに楽しめると思います。それではまたの動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録。